から2020年入って仕事始まりですね。初撮影です。昨日の動画はオープニングだけは後から撮ったんですけど、本編の方は去年撮ったやつなんで。2020年、目標チャンネル登録者200万人、オリコン1、たき焼きショーとしてラズラットとして、この2つを叶えたいな。2020、池袋ボンダイモン、目標何？2020年の。そうや、2020年だったから Windows 7サービス終了したって。俺まだ Windows 7で練習してんのに。え、てか俺今気づいたこと言っていい？スマス3片付けの忘れてたわ。今2019年に登録されてるんだ。はい、どうもだったらケーキです。というわけでね、本日、まあ2020年入って1月、まあまだ正月気分が抜けてない状態じゃないですか。結構、まあ、僕もちょっとね、正月気分が抜けてなくて、まあだらーっとしちゃってるんですけど、まあ正月といえば、まあ、そして本日は福袋って、イメージ的にそのデパートとか行ったらあるイメージだったんですけど、食関係の福袋もいっぱいあるんですよね今。だそれこそなんか僕がよく動画で言ってるようなファーストフード店でやってて、しかももうめちゃめちゃレアですぐ売り切れるんですよ。本日なんとギリギリ残り1個だけケンタッキーの福袋が余っていたんで、そちらを今から取りに行きたいと思います。今なんかもう取り置きしてもらってるんですよね。しかもなんかそのケンタッキーの福袋なんで買いに行こうかって思ったら、そのでも僕も詳しく分かれんねんけど、15万円相当お得になる福袋らしいんですよ。すごないですか。値段自体は別に普通の値段なんですよ。多分2、3000円ぐらいかな。まあちょっと今から買いに行くんで、まあその時分かるんですけど、まあごくごく普通の値段なのに15万相当お得になるってどういうことだろうと思って、さすが本日はケンタッキーの福袋買いに行ってみたいと思います。それではやっていきましょう。いきまーす。なんかイオンの中にあるケンタッキーみたいなんですよね。マクドの福袋もあったらしいんですけど、マクドの福袋開店と同時に1時間ぐらいで売り切れたらしいんですよね。ちょっとね、そちらも紹介できたら紹介したいなと思ってて、ちょっともしかしたら手に入るかもしれないんで、もし紹介手に入ったら動画で紹介します。あったあった、フードコートの中に入ってるらしいんだよな。あ、これか。ケンタッキーの福袋の中に全て買いました。まあちょっとね、詳しくは家帰って紹介したいと思います。てかその15万っていうのがちょっとよく分かんないんですけど、まず家帰りましょうか。ただいまただいま。というわけでケンタッキーの福袋一つ一つ紹介していきたいと思います。まず値段が2500円しました。2500円でこちらのトートバッグ、保温保冷金庫ついてるのかな。この中に入れたら、まあ、お持ち帰りでも熱々で食べれる、そういうトートバッグでございます。で、まずついてくるのがケンタッキーのこの福袋の中身が、さっき言ったこれと、あとオリジナルチキン2ピース、チキンフィレサンドセット。その引き換え券だけで、2670円あります。まあその時点で170円のお得ですね。あとお年玉クーポンパスというのがあって、2020年の3月31日まで使えるんですよ。このお年玉クーポンパスっていうのは期間中何度でも使えるんですよ。対象はチキンフィレサンド、ポテトS、リッチコーヒー。このリッチコーヒーも別のドリンクにも買えます。で、オリジナルチキン2ドリンク S、 オリジナルチキン3クリスピー2の4種類があって、で一番効率がいいのが190円も値引きされるオリジナルチキン2ドリンク S か、オリジナルチキン3クリスピー2なんですよ。で、1回のご利用につき3個または3セットまでと書いてるので、つまり1回で最大570円値引きが可能なんですよ。使用期限2020年3月31日まで、1月1日からスタートした場合最終日まで91日もある。で、1日3食ケンタやったら15万5610円のお得になります。まとめサイトみたいなのどっか書いてるんですよ。15万お得ならこの福袋ゲットしろって書いてるんですよ。そういうことない。なるほどね。15万福袋ってそういうことか。そちらも含めて全て買ってきたんで、今から食べていきたいと思います。わークリスマスパーティーみたい。一足遅いね。ケンタッキー食われんかったかな。あ、ことかクリスマスの日だっけ。レコ限りなく。いやー、ケンタッキーこんな大量食うことないからな。まあ年始まりということで、年末年始は普通に友達と過ごして、年始にみんなで USJ 行ったって感じですね。これちょうど USJ で買った。ハリーポッターに今ハマってて、タクミビーンとかこのキャンディー買いました。ハリロイが一番重いな、やっぱ USJ は。ハリロイなんていう時のマナーの悪い、ちょっと楽しさが反映しちゃったけど、すごいそういうの敏感やもんな。そう俺の仕方がこすい。本人たちはバレてる気はないんやろうけど、もうマナー、あれめっちゃバレてるよね。こうやりながらこうやってるんですね。あれはね、ちょっとねよろしくないよね。話しかけてくれたらいいんだ。うん、嬉しいの、そっちの方が。ケンタッキーオリジナルチキンってどこまで食えばいいかちょっと分かんないっすよね。
福袋や言うてんのにさ、3月末まで使えるってすごいですよね。結構長い間使える。福袋とは、正月の初売りなどでいろいろなものを詰めて封をして販売する袋。福がありますようにってことだよね。2020年も福袋を全部食べるってたまらないな。正月といえば、僕のイメージでは、お年玉がどれぐらいもらえるかとか、なんかそれがすごい楽しみだったね、一番の。もうなくなったのね。お年玉あげる側なんですけど、一番覚えてるのが、そのお年玉をはたいて当時すっごいレアカードだった人造人間サイコショッカーのカード買ったの覚えてるわ。あとは年末のね、ライブに来ていただいて皆さん本当にありがとうございます。いや、本当にできることは全てやったんじゃないかという、すごい。納得のいくライブでございました。次のセカンドライブも発表したんで、皆さんぜひ下の概要欄から次のライブ申し込んでください。次はね、ちょっとテイストを変えて RPG っぽいライブ演出にしたいなと思って、食い気写真カメラも8台入ってんだったっけ、9台か。ライブ15分前の映像がこれなんですけど、すごい気合入ってるんですよね、2人とも。ライブ本番まで15分前、どうですか。やってる。バンバンバン。正月はさっき言ったみたいに年末年始ゆったり過ごして、2日はおばあちゃん家で過ごしましたね。おばあちゃんはね、年末のライブにもちょっと手伝ってもらったんですよね。グッズ T シャツを宣伝するときに、女性が来た参考のね、画像ってないじゃないですか。ロンティーの、ラトラトロンティーの。だそれをちょっと参考にっていうことで、はいみたいな感じで。おばあちゃんやんけみたいなノリでね、ちょっとおばあちゃんに手伝ってもらったね。ま、クヨン信者の靴下入ってね。めっちゃ怖いな。え、なんて書いてんこれ。信者。ほんまして、しんちゃん。そう、で、なんで昨日、みんなで USJ に行ったかっていうと、たまちゃんが1月の1日に誕生日やったんですよ。迷惑な話やんな、1月の1日から。で、昨日みんなが集まれる機会があったんで、サプライズで USJ に連れて行くことにしました。うわぁぁぁぁぁぁ。USJ! USJ! プレゼントもあげてね。シンデレラ、うおうお、いけたいけたいけた。どう、ブワンブワン。今まで見たことない広がり方してる。いけてるいけてる。めっちゃ似合ってるよ。あー、腹いっぱいになってきた。これみんな知ってる？ハッピービーンズなんですよ。ハリーポッターの作中に出てくるお菓子で100種類味があるんですよね。で、その中で普通に美味しい、まあ、ブルーベリー味とかマシュマロ味とかあるんですけど、ハズレでゲロ味とか鼻クソ味とかあるんですよ。けどめちゃめちゃまずいらしくて、腐った卵味とかね。今ランダムに3つぐらい食ってみよう。わかまずそうなの出てんけど。やばいやばい。え、これ大丈夫？やばい。えげつない色出てる。そんなまずい。お前何味食った？耳垢。耳垢？賢者の石かなんかでダンブルドア食ってなかったっけ。耳垢は自重だけど、美味しそうに食ってたよ。じゃあこのまず赤いやつから。あ、美味しい。シナモンや。いや、これすごいのが割と味ちゃんと忠実に再現されてるんだな。何？え、なんかヤバそうな色してる。ヤバそうな色してるよ。何これ何これ。ゲロ。バカまずい。こんな紫色のビーンズある？うわー、ソーセージや。なんか独特、ビーンズやのにソーセージ味。でもすごい再現度高いよな。ごちそうさまでした。というわけで、年始一発目の撮影はケンタッキーの福袋食べきるという動画でした。1500円でね、すごいお得やったんじゃないかなと思います。トートバッグまでついてて、商品引き換え券も何ぼかお得になって、何よりすごいのが、さっきも言ったけど、毎日いつでも使える割引券。ほんまに1日3食でも行ったら15万円はお得になるという、こう魔法のね、値引きの券がね、いいなと思いましたね。いや、ケンタッキー美味しいな。こうやって食ったら、やっぱ改めて。でも3月31日まで1日3回食ったらってことなんか。え、今日の晩飯どうする？寿司とかがいいな。